吉川貴博、怒り。大魔神の真似ですね。今回はスピリチュアル迷子、スピリチュアル病にどっぷり浸かる前の直前の僕が大魔神吉川貴博怒りになったエピソードです。イエイ中和できるかな今日な。めっちゃ怒ったんです。無我の体験ねしたじゃないですか。で、あれでまあ真理をまあ垣間見たわけですよね。一別体験、悟りの一別って言われるようなね体験が起きたわけで、検証っていうね。で、その1ヶ月後ぐらいにとあるねイベントがあったんですよ。スピリチュアルの当時その本当に有名な人たちが、大人気の人たちが集まって、僕もお世話になった人たちなんですけれどもね、まあ、申し訳ないんですけれども、本当正直に言っちゃうけど、何人も集まって引き寄せの法則と悟りノンデュアリティがコラボ、夢の共演みたいなね。で、結局引き寄せの法則が正しいのか、まあ悟りが正しいのかじゃないけど、言ってることがまあ真逆なわけでね。この動画でも何回も話してきてるけど、それをちゃんとこうシェアしてくれるのかなみたいな期待感を持たせたイベントでね、一回きりで二度と行われることなかったけど、で、僕それをお客さんとしてね、今の奥さんとね、まだ友達だった頃だけど一緒に見に行って、もう本当に客席でずっと怒ってました。なぜなら真理を煙に巻いてお客さんからお金取ってるって感じたから。で、僕1ヶ月前に、その1ヶ月前にちょうどその一別の体験をしてたから、でも壇上で話してる人たちは分からなくていいのとか、あと煙に巻いてなんかもう訳が分からなくなるような話をされたりとか、そういう話をされなかった人ももちろんいるんだけど、でもねやっぱり、まあ、ムーさんとの対談でもね、あの時怒ってましたねって言ったけど、まあ、当時ちょうどその頃なんですけどね、やっぱり自分が気づきを得た時に、言ってる内容が本物の人と偽物ですごく商売にしてる人ともう見分けがつくようになっちゃってるわけじゃないですか。で、僕は今まで一生懸命その真理をつかみたくていろいろ勉強してきて、修行もしていろんなことに取り組んだ結果ね、その気づきを得た時には、嘘ばっかついてるとじゃん、嘘つきだらけじゃんみたいなね、はっきり言っちゃうと、まあ嘘つきってわけじゃなくて、とても知識でね、あの勉強されてることをシェアしてる、都合よくね、あの自分の人生にそれを置き換えて言ってるけど、エブラハムがこう言ってるとかバシャールがこう言ってるとかって言って、うまいこと商売にしてるだけの人たちっていうのがやっぱりちょっと許せなかった。その時はすごく怒りがあって、本当に怒ってましたね。で、僕その日ね、イベントが終わって、みんなで集まってね、知ってる人たちがたくさん見に来てたから、飲みに行ってね、で飲みの帰りにね、ちょっと本音をね、その帰りの電車で一緒になった男の人にちょっと、その僕が今ねその言ってるような内容ね、僕ちょっと正直かなり怒りを感じたんすよねみたいなって言ったら、なんかよしめんどくさいとこ入っちゃったねとかって言われた瞬間にもうブチンって切れちゃって、俺電車の中で、てめえ何わかんないとかって言って、てめえ一別体験したのかよ、じゃあわかんねえだろっつって本当にブチ切れちゃったね。あの時はごめんなさいって思ったんだけど、その人に最近会ったんです。そしたらその人本当に空病の真っ只中になってるから、やっぱりブチ切れてよかったなと思いました。で、この間は切れませんでしたよ、もう好きにしてくれって思うんで。だから結局なんかね、知識でぐるぐる回ってる人は本当にずっとそのままですよ。スピリチュアルが別に好きとか本当に探求したい、真理が知りたいとかじゃなくて、ただただ言い訳に使いたいだけの人たちなのかなって俺は思いますね。で、僕最近ね、そういう人たち本当にどうでもよくなってきたら、マジで集まんなくなってきて、で、サロンでね、
セッションさせていただいている方たちはやっぱり真摯にちゃんと自分の人生悩みに向き合ってらっしゃる方たちなん でそういった人たちに悩みを通じて、本質的なアセンション悟りだったりとかね、魂と一つになるっていうことをお伝えできればいいなっていうふうに変わってきちゃった。だって僕今ね自分で過去の体験を話してたら俺めっちゃいい体験してきたじゃん。しかもごめんなさい。だから別にスピリチュアル迷子万歳派、ちゃんとスピリチュアルに迷子になった、スピリチュアル病になった人、空病になってる人だったら、知識でずっとごちゃごちゃやってる人はもう本当にジエンドレスな、ジエンドレスラブね、ちょっと関係ないねそれはね。まあまあまあそんな感じのね、あの怒り奮闘編っていうのはちょっとあまりうまくつながんなかったかもしれないけど、まあ、それぐらい本質的なアセンションと、有名な人たちがいくらね有名でアメブロですっごい活躍してたって、あの真理を知ってるかどうかっていうのは話は別です。バッサリね、でスピリチュアルのねあのサロンの方のチャンネルの方ではしっかり日常に役立ちながらもアセンションにもつながる爽やかで好青年で真面目な僕の喋りをね聞いてあげてください。こっちは怒りからまた元に戻ったよバイバイ、いいねをしてチャンネル登録よろしくお願いします。